マイクロカットライブは一度で正しい車両が見つけられるよう車両の特定に柔軟性と正確さを提供します。マイクロカットライブで車両を特定する方法をいくつか見ていきましょう。このフィールドに便番号をすべて入力することができます。またはお住まいの地域でナンバープレートの番号や登録番号がわかればそれらを入力することもできます。文字数カウンターには 17文字入力されたことが表示されています。次に検索ボタンをクリックすると、マイクロカットライブが車両を特定し、すべての主要属性、そしてその他の情報を表示します。次に、瓶の最後の8文字を入力して、車両を特定することもできます。では、その方法をご説明します。ここでは、最後の8文字を入力して、検索ボタンをクリックします。 マイクロカットライブが瓶の最後8文字から車両を特定します。この画面の上に車両要約バーがあります。このバーはマイクロカットライブで部品の検索中ずっとユーザーをナビゲートします。マイクロカットライブの役立つ機能に瓶の履歴リストがあります。このドロップダウンリストの矢印をクリックするとマイクロカットライブが過去に入力したンを最大20まで表示します。 ここでは、ピン番号ではなく、カタログ検索機能を使って、車両を特定することもできます。この場合、ドロップダウンリストから情報を選択するだけです。カタログの読み込みが終了すると、ここに表示されているドロップダウンリストから選択することで、より多くの車両情報を入力することができます。部品を検索するときには、入力情報が多いほど、検索結果は少なくなります。 車両特定のもう一つの方法には車両インデックスを使う方法があります。ここでは車両画像を一つクリックします。このアイコンをクリックすると表示がリスト形式に変わりこのように車両を選択することができます。最後に車両フィルターを使うこともできます。車両名称の最初の数文字を入力すると探している車両だけに絞り込まれていきます。 全ての車両を表示するには、バックスペースキーをクリックするだけで、絞り込みが解除されます。車両を正確に特定することで、マイクロカットライブが車両に合わない部品を自動的にふるいにかけて選別するため、部品選択が迅速で正確に行えます。